皆さんこんにちは。チームジャパンの今村祐樹です。現在26歳で日本の東京を中心に、えー、活動しております。えー、私がですねエンゴールド X に出会ったのは2013年の10月です。えー、そこからですね2014年の1月から始まった、えー、実績で、えー、なんと世界6位を獲得することができまして今回地中海クルーズに参加させていただいております。 えー、僕自身がエンゴールドを捉えた理由まずはですねこのゴールドという、えー、世界共通の価値を持った資産、えー、これを、えー、自分のものにできたというところから、えー、きっかけを与えていただきましたそこから、えー、いろんなものが広がっていきましてまずは自分の夢を叶えるためこれを一番のきっかけにスタートさせました、えー、僕自身がやりたかったことまずは世界旅行に行きたかった この夢を叶えるためにこの金を持つことそれが非常に有意義に使うことができましたその中で僕自身まだ20代ということでこれからの世界もちろん日本を中心に作っていかなければいけないですその一つのきっかけを与えてくれたのがエンゴールドでしたエンゴールドをやることによって20代30代いろんな方々に世界共通の金を持つことができるように なななるような形になっていますそこからですね僕自身大きく人生が動き出し始めましたもちろん僕みたいにできるような方もいればできないような方もいますそんな中で僕が一つだけ注意して重要に感じてきたことがありますいろんなことを今まで言われてきましたやはり金というものを持つ日本人はあんまり金を持つという感覚はないと思います そこに対していろいろと感じられる方もいると思うんですけどもそこで諦めなかったりとか前に進むことを続けていくことで自分自身が一歩ずつ前進をして今世界6位というところまで来ることができましたなので決して諦めない前に進む自分の夢を諦めない志を高く持つそういったところで大きく 夢を広げられる自分の人生を大きく変えるきっかけになるそれがこのエンゴールドという会社金という、えー、世界共通価値を持った資産だと思っていますこれからもですねエンゴールドとともに自分の資産を増やしながら自分の夢も仲間の夢も叶えられるように前に進み続けていくそういったことを続けていきたいと思いますなので世界の皆さんもちろん日本の皆さんも エンゴールと一緒にこれからの人生を歩み続けていく方が一人でも多く出れば僕も幸いですこれからも一緒に頑張っていきましょうバイ「Become ビカメクライエント」